明治川神社は、愛知県安城市東栄町にある神社。祭神は大水上祖神、水分神、高尾神、続き渡る厚命、伊予田与太余八郎命、岡本平松命、西沢新造命。社格は、旧号社。続き渡る厚、伊予田与太余八郎、岡本平松、西沢新造という明治用水建設の功労者4人が、祀られている神社である。 壁海軍泉村の豪農だった、鈴木渡る圧が、壁海大地の安城が原に溶水を引く計画を立案したのは文化5年のことだが、計画が明治溶水として日の目を見たのは、鈴木の死後47年も経った1880年のことだった。明治溶水の春光式と祝賀式の際に、神社の創建が決定され、同年12月には水に、 縁の深い大水上祖神、水分神、高尾神を肝心して神社とした。1884年には社号を明治川神社とし、1885年1月には無格者としての認可を得て、10月10日には本社が完成している。1909年には無格者から豪社に格上げされ、1910年4月には新鮮兵白領とも新神社に指定された。 1915年11月には、溶水の立案者である、鈴木渡厚が合詞され、1942年5月には、明治溶水の立案者である、伊予田与八郎が、1951年5月には、同じく明治溶水の立案者である、岡本平松が、1956年3月には、枝下溶水の立案者である、西沢新三が合詞された。 1953年1月30日には宗教法人となり、今日の東急は四東急である。末社として伊佐尾社があり、上倉池や北の用水や香呂川の改作の功労者を祀っている。明治川神社の祭神は死後に祀られたが、伊佐尾社の祭神は存命中に祀られている。10月18日に礼祭を行っている。ありがとうございます。